今日、買い物行って帰ってきたところなんですけど、買い物行ってた時ですね。先ほどの言葉、言葉ですか、台湾の言葉。中国語か台湾語の人、我が天下とか我が天下戦国風のプレイヤーとかでこちらに喧嘩を打ってきた人間の可能性もあります。全身黒ずくめの人間、この辺にもしかしたら中国関係の企業とかの人間とかで勘違いでエネルギーの残存量問題分からないで自動車の減産とかを唱えた時に、自動車メーカーの関連の人間とかが、もしくは議員関係の人間が喧嘩を売りに来てる可能性もなきにしもあらず、関わってる件が広すぎるので、もうこういうふうにしか言えないですね。ということなんですけども、その間で中国語の声が、もしくは台湾語の声が聞こえたときに、車が2台横通り過ぎてるんですけども、そのうちの青い車、連合の吉野さんが乗ってません。女性で吉野さんっていう人がいるんですよ、連合の人で。で、賃上げにどうこうみたいなことを言ってますけども、別にあの人のおかげで賃上げになってるわけじゃないんですよ。ニーサとか、おかしな方法。だそんな形で、活躍しちゃダメですよっていうことを言っていたのに、まあ、真逆のことをしていて、連合の吉野さんが一回車に乗って横を通り過ぎたのは見てます。で、青い車はやたらと新しい、車のように見えました。連合の吉野さんではないですか。だから19時ちょうどぐらいかな、僕の横を通り過ぎたの。それか19時5分10分、まあ10分までの間でしょうね。で、春山整骨院と組んでたら、それはもう連合の吉田さんも覚悟してもらわなきゃならないですよ。で、愛したんだったら。あと他にも、岡場駅のところでマスクをした、髪の毛染めてる、現在議員なのかどうか知りませんけども、以前議員をしていたもの、今はどうか知りませんけども、スーツを着ていた人間。ちょっと見覚えありますね。どこの誰なのか、どこの党なのか。また思い出したら精査したいと思います。何のために着ていたのか。マスクしてきている以上、エネルギーの残存量問題の解決とかそういうことじゃなさそうですね。それとも連合の吉野さんとかと会って何か話をしていた春山整骨院の中で、事件のひどさはどんどん大きさを増していく。